どうもこんにちは、いさまです、今日はですね、まあ、昨日の動画で挙げた通り、まあ、人の動きを盗むっていうことに関して昨日お伝えしたんですけど、今日は実際にですね、昨日話したひねりの動き、まあ、お腹周りをくびれさせる、絞っていくためのひねりの動きを、今日やってみますので、それをですね、実際に一緒にやってみていただいて、まあ、それが聞かせられるのか、聞いてくるかっていうことを試してみていただければなと思います。はい、で今日やるものは、ひねる、お腹をですね、ひねっていく動きなんですけれども、実際見た目はですね、結構簡単そうに見えて聞かせるのが難しいんですよね。なので、まあ、この動きにしようって昨日思いついたんですけど、まあ、そうですね、まあまあ実際にやってみた方が早いと思うので、ちょっと説明だけしていこうと思います。で、動きとしてはですね、まあ、こういう動きなんですよね。はい、動きとしてはこういう動きです。こうするとお腹、ここですね、ここがかなりひねられて、絞れていくというものになっています。まあ、ちょっと今から具体的に説明していきますので、ぜひ一緒にやってみてください。それではやっていきましょう。はい、それでは、やっていきます。で、動きとしてはですね、すごく今やったように簡単で、まずですね、肘を90度に開きます。90度、はい、この手がだんだんこうなってきます。こうなってきます。で、基本的にはそうなっていく、無意識になっていくものっていうのは楽だからなっていくと思ってもらって大丈夫です。楽だからこの手が内側に入ったんです。なので意識的に楽じゃない方、頑張ってこうやるっていうことですね。はい、まずこれで、次です、この手が前に来ます。これも楽だからですね、前に来ちゃうんですよ。前に来てこういう風に回しちゃうので、しっかりとグッ、顔よりも後ろにこの手がある状態でひねっていきます。はい、手が後ろにある、縮まない。はい、これまず意識します。で、何のためにこれをやるかというと、とにかくこの斜めラインをですね、グッと出していくために、この動きをやっていくので、ここに効かなければ意味がないんですよね。例えば手だけでこうやってやっても全然お腹は効いてなくて、手の方が痛くなってくる、力が入ってってなるので、手はどちらにしても固定するだけ、力は全然いらないです。固定するだけ、はい、もう全然力入ってなくてもいいぐらいです。これだけでもお腹に効くので、はい、大丈夫です。で、もう一個は首がグッて下がると背中が曲がります。はい、逆に言うと首を上げておくと背中曲げづらいんですよね。はい、なのであんまり顎をですね、下げすぎない、背中をまっすぐで胸を張るっていうイメージでやっていくことが重要です。はい、そうするときついということですね。はい、さあ次ですね、回したいのでどこで判断するかというと、おへそです。おへそが前にある状態から回した時にちゃんと横を向くかどうか重要です。ここにありながらこうやってやってると回ってないということですね。まあ、ひねりはするんですけど、今やりたいのはちょっと回すことなので、このへそがちゃんと動いているということが重要になります。その時に顔がついていくとお腹を絞れないので、顔は固定ですね。こっちひねるときに顔は固定です。はい、逆にこっちにひねるときは顔は固定、そうするとここがひねられるということですね。顔は固定のままおへそをひねるイメージ、ギュッ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 っていうイメージですね。そうするとここに効いてきます。はい、ちょっと簡単にやってみます。で、もう一個だけ、もう一個だけありまして、同じリズムでこれ相当楽なんですよ。なぜかというと、今全速力でやっていないからですね、僕が。はい、僕のできるスピード、まあスピードっていうのは人それぞれできるスピードっていうのは違いますが、自分ができる全速力に近いところでやらないと、なかなかきつくなってこないので、しっかり自分ができる全速力でやるようにしてみてください。はい、こうします。胸を張る、腕は後ろ固定、おへそ回す、
この時にしっかりお腹意識します。はい、こんな感じですね。今ここすごい絞れてる感があります。ここに効く。もちろんこの固定するために背中の方も効いてくるんですけど、これは姿勢改善にもつながってくるので、しっかり手前出さない、反るっていうことをやってみてください。はい、で結構アクションダイエットでやるトレーニングって男女関係ないですよ。女性の方が全然できたりとかするものなので、あんまり関係ない。もちろん僕が1分間これを全力でやってもきついんですよ。なので、結構人を選ばずに、できるトレーニングになってますので、ぜひ試してみてください。なかなかここに効かせるのは難しいので、ぜひトライしてみてください。はい、ということで、今日はひねりの動きをやってみました。これをですね、僕と同じようにやってみていただきながら、真似をしてですね、その上で効いているって感じることができる。それが、昨日言ってた人の動きを盗んで、自分のものにするということになってきますので、ぜひですね、動画を見てトライしていただければと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、こういったトレーニング動画とか、あとはこれから海外の方に行って活動したりもするので、そういった活動だったりとか、あとは普段ですね、お客さんからいただいた質問を共有してみたりとか、そういったことをですねしていこうと思っています。はい、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッターもですねやってますので、ぜひこちらのフォローの方も、よろしくお願いします。はい、では、ご視聴ありがとうございました。それではまた。